こんにちは、お肉です。今回は NiziU の初ファンミーティング NiziU ー n ティのグッズ開封をしていこうと思います。ということでね、韓国にいてちょっとね、確認するのが遅れちゃったんですけど、私なんでこんなでっかいのに入ってるんだろうって感じで、ちょっと何買ったか全く覚えてないんで、ちょっと見ていこうかなと思います。この前に買ったばっかなのにね。 ちょっと今見てわかった。けど、ちょっと待って、皆さんに順番に、ちょっと見せていこうかなと思います。まず、あの、JIP ショップから届いた、あの、いつもの、これですね。ちょっと見せていこうかなと思います。はい、ということで、こちらね、最近結構20引くことが多いので、ちょっと今回も20だったら、ちょっと考えて20入れてくださってるのかなって感じなので、ちょっとね、見ていこうと思います。ドンお一 あれ待って。トゥワイスミナちゃんですかねじゃーんトゥワイスミナちゃんでしたー。ということで、多分私がたまたま、あれですね、20引いてただけ <laughs>、だったなーっていうのが分かりましたー。ミナちゃんでしたー。はい。というわけで、えっと、何が、あ、でもね、スワンはスワン。はい。ということで、いきます。まず何買ったか。せーの、ドン いまこれ欲しかったんで私、最近でうちはあんま買ってなかったんですけど、久しぶりにうちは買ってっていうのも、こっちのまやちゃんもうバックビジュイーじゃん。めっちゃ可愛いんですけど、こっちがね、紫なんですよね。めっちゃ可愛くないこれ全部さ、多分メンバーごとに色がここ違って、めっちゃ可愛いんですよ。で、こっち見せてもすごい、何まやちゃんって感じになるんで、ちょっとこのうちは超可愛くって久しぶりにちょっと買わせてもらいました。 はい、ということで次ね、見ていこうと思います。次なんですけどね、これマジでうちがめっちゃ欲しかったグッズいきたいと思います。じゃーんえ。めっちゃ可愛いんですよね、これね、トートバッグ。これね、大事でしょこのニズのトートバッグ、ずーっとずーっとずーっと欲しかったんで、まあ、それも、おずーっと欲しかった やっぱこれってさ今回さの i z のペンミーティングってスクールルックじゃないですかだからこれ持ってればまあスクールルックみたいになるかなみたいなキャンパスルック見あるかなって感じでキャンパスルックにぴったりなトートバッグですはーいこんな感じになってますめっちゃ可愛いんだよねこれマジでうーん可愛いすぎるもう一つ一つの絵柄も可愛ければちょっと中確認してみます中はあめっちゃシンプルでポケットとかは ないんですけどまあでもねこれ欲しかったしうちわが入るんやろさすがにちょっとうちわ入れてみよううちわを入れたらこんな感じちょっと先っぽがほんのちょっとしか出ないって感じで結構大きめのカバンになってるんでやっぱこれいいねこれになんかベイビーニズーとかつけちゃっていけたらいいかなって思いますかわいいめっちゃシンプルでねやっぱこういうのすごく好きだなと思いましたということでね最後 もう最後になるんですが、今回はこちらで最後になります。ということで最後、ランダムはい。こちら、20のランダムネームバッジですね。はい。ちょっと、まやつけていくぞ、ここにまや <laughs> つけていくぞーっていう気持ちがあるんですけど、まあ、全員つけたいかなここ、はい。つけていけたらなと思います。今回5個買ったんでね。で、もちろんね、もっともっと欲しかったグッズはたくさんあったんですけど、でも、 ま、そこは、ちょっとあの、これからのツアーだったりとか、イベントだったりとか、あとカムバだったりにちょっと使おうかなと思って、今回はこれで押さえてるのかな押さえたんで、ちょっと一個ずつ見ていこうと思います。はい。ということでいきます鮮味のグッズいくよはい。まず一個目開けます。ちょっと形とかで私あんまね、わかんないんで、もうサクッといきたいと思います。せーのあ、わかんないな、形全然。待って、どうやって開けるんだあラーメンちゃん リマって書いてあります。めっちゃ可愛い。こんな感じになってるんだ。ちょっと、被んなければいいな。さすがに。ちょっと被ったらね、あれなんで、被りだけなければいいなと思うし、あと、まやちゃん引かないとダメだ。そうそう。いきます。2個目せーのおまゆかちゃんです可愛い猫こんな感じになってます。はい。やばい。ラップ組2人引きました。めちゃめちゃ可愛いんだけど。これいいね。ちょっと待って、めっちゃ めっちゃ可愛い。グッズとして超可愛いって感じ。そして次。やばい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 。私最近ちょっとあの、スイートノーィクションの時も見ていただけた方わかると思うんですけど、あんまり押しの引き率高くないんで、ちょっと、引き、やばい。引きやばい。引きやばい。行こう行こう。押し、頑張って引かないで。押し付けてなかったらさすがに。せーの。あミーちゃん、ぴょんぴょん可愛い。可愛いよ。めっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛いんだけど、押し付けたいんだけど。あれ <laughs> あれじゃあ押し待て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 ,待てお願いこれかぶりそうちょっと怖くなってきたちょっとさすがに怖いないきます待ってお願いだってせーのおああ出た待って待ってよかったよかったよかった,かった,かった待ってあーあ暑いまやちゃん出たさあセーフ待って本当によかった待って待って待ってまやちゃんつけずにいくのはさすがにと思ったん、ね、でちょっと よかったわや。ちょ、っと出ました。やばいやばいやばい。めっちゃ嬉しい。はい。ということで、まあ、被んないかったらいいなって感じで。やったーちょっとね、やっぱランダムの楽しみは、まあ、押し以外が出ることもすごい楽しいし、まあ、全部揃えたいなって感じなんですけど、やっぱね、押し引くと気分上がるよね。ていうことで、最後いきます。せーのおあ、被っちゃった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 。被ってしまった。リマ。じゃーん。 かぶりましたとということでちょっとかぶったのだけ惜しかったなちょっとやっぱつけたいんでまあ誰かにあげるかちょっとなんかしようかなと思いますこちらは。はいということでまあでもねまやちゃん引けたのでちょっと9分の5の確率だったんでまあ、大満足かなって思ってますよかった。 バッチ引けましたとということでちょと皆さんもこれ引いた方結構いらっしゃるかなどうなんだろうって感じなんですけどちょっとつけてね、まあ、やっぱねちょっと待って今つけるかこのまやちゃんのやつちょっとこれつけていったら激アツじゃないもうルック完璧まであるちょっと待ってここにちょっと一瞬だけつけるかこんな感じでかわいいまやちゃんの <laughs> めっちゃいい感じやんからのじゃんうちわまで出てきて最高なんですけどめっちゃ めっちゃいいいやばいサムネサムネいやめちゃめちゃ可愛いすぎちょっと今回ねグッズがねやっぱねニズも多めだったんで私やっぱり。 水だとねね助かるのよ、ね、やっぱりね。にずがねついてくれるとさキャラクター味が出るからさしかも今回結構シンプルめなグッズだったんで結構普段からそのなんだろう派手って感じじゃなくその現場までもいけるなっていう感じだったんでちょっとありがたいなって思ってはいちょっと最高でした。ということでどうだったでしょうか皆さんもちょっと今回いろいろ惹かれた方いらっしゃると思いますのでちょっと感想だったりとかちょっと聞かせコメントで聞かせてくれたら嬉しいなと思ってますということでもう すぐね i u のペンミーが始まるということでめ めっちゃ楽しみで、まあ、どんなことをしてくれるかとか、まあ、そういうのもあるし、やっぱり当日、そのいろんな曲、どんな曲が聴けるかなとか、なんか皆さんにね、お会いできるのもすごく楽しみにしていますので、はい、ちょっとワクワクしてきた。ということで、また20の最新情報だったり、20についてたくさんね、あ、そ新曲も出るし、さ、新曲のこととかも、たくさんこれからも動画にしていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、 Bye-bye.